皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、科学技術が発達していった未来の人の寿命について考えていきます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。先進的な科学技術が未来を形作る中で、人間の寿命の著しい延長は、多様な要因の結集から生じています。まず第一に、医学の分野での革新的な進歩、特に精密医療や高度な標的療法により、かつて寿命に脅威を与えた様々な疾患が撲滅されたり、有効に管理されたりしています。遺伝子工学は、人類の遺伝子を精密に編集することで、遺伝的な異常や特定の病気への感受性を修正することを可能にし、全体的な健康に大きく寄与しています。さらに、未来では、個別の遺伝的プロフィールに基づく個別の治療と予防策を提供する個別医療の時代が到来しています。先進的なウェアラブルテクノロジーとリアルタイムの健康データ分析による継続的なモニタリングは、潜在的な健康問題に前向きに対応し、エスカレートする前に対処します。これには、治療の効果を最大化し、副作用を最小限に抑える、効率的な薬物投与システムを可能にするナノテクノロジーが不可欠な役割を果たしています。遺伝子に基づく個別の食事の勧告に基づく最適化された栄養は、細胞の健康と断裂性を促進し、総合的な健康に寄与します。人工知能と医療の融合により、洗練された診断アルゴリズムと予測モデリングを通じて、健康リスクの早期発見が可能になり、タイムリーな介入と改善された結果がもたらされます。未来のアンチエイジング療法の進展は、再生医学から新しい製薬介入まで、分子レベルでの老化の基本的なプロセスに対処することを目指しています。テロメアの延長、細胞の若返り、老化に関連する変性の減少などが採用されており、これらは老化に関連する変化を遅らせるか、さらには逆転させるのに寄与しています。さらに、臓器の再生と移植技術の進展により、ドナー臓器の不足がほぼ解消され、臓器が不全の個体に新しい活力をもたらしています。3D バイオプリンティングは、カスタムメイドの機能的な臓器を作成するための変革的なツールとして浮上し、互換性を確保し拒絶のリスクを軽減しています。医療におけるロボティクスと AI の統合は、手術手順の精度向上だけでなく、臓器の健康異常の連続的で邪魔のないモニタリングを提供します。コンパニオンロボットと AI 駆動のバーチャルヘルスケアアシスタントは、感情的なサポートと仲間意識を提供し、精神的な幸福にポジティブな影響を与えます。さらに、環境要因も重要であり、先進的な都市計画と持続可能な生態系が、公害の削減と健康的な生活環境の促進に寄与しています。グローバルにアクセス可能で手頃な価格の医療が、これらの進歩の利点が特権階級に限定されないようにします。結論として、この未来のシナリオにおける人間の寿命の延長は、医学的、技術的、環境的な要因の包括的な収束から生じています。この変革的な風景は、個々がより長寿命だけでなく、より高い生活の質を楽しむことができる世界を描いており、人類の進歩と幸福における新しい章を示唆しています。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は、最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。
引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。